おはようございます5月29日金曜日の東京インフォメーションです新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップでは新しい日常を都民一人一人が実践することが大切としています新しい日常は新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために暮らしや働く場所での感染拡大を防止する習慣としています そこには、手洗いの徹底マスクの着用ソーシャルディスタンス密閉密集密接の3つの密を避けて行動を始め買い物は少人数短時間にすることやキャッシュレスの活用娯楽、スポーツなどはオンラインの活用や公園は空いている時間や場所を選ぶこと公共交通機関では空いている時間を選ぶことや徒歩や自転車の利用 食事はテイクアウトやデリバリーの利用。働き方ではテレワークや時差出勤。オンライン会議などが主なものとしてあります。とはさまざまな場面でさまざまな新しい日常を。一人一人が実践するよう呼びかけています。新しい日常の定着に向けて事業者向け。東京都感染拡大防止ガイドラインが策定されています。 商業施設等利用者への対策では、入場時、完全予約制の導入や整理券、オンラインチケットの販売などによる混雑緩和など、施設内では人と人との間隔を確保することなどが必要としています。従業員への対策では、ユニフォームや衣服をこまめに選択することや、検温の実施など、従業員の体調管理をはじめ、営業中においては従業員のマスク着用や、 扇風機のの外部へ向けててて使用休休憩憩時ににおいいは一度すすする人数を減らすこととなどとしています施設環境整備ではレジなど対面する場所はアクリル板や透明ビニールカーテンなどで遮蔽トイレはできるだけペーパータオルを設置しゴミの排気では鼻水や唾液がついたゴミは袋に入れて密閉して縛るそしてタッチパネルやエレベーターのボタンなど 不特定多数が触れる場所の清掃・消毒を行うことなどとしています。感染者発生時に向けた対応では、顧客リストやアプリケーションの活用などで迅速な状況把握と情報管理を行うこととし、各施設別のガイドラインでは、各業界団体作成のガイドラインの周知徹底を行うなどとしています。詳しくは東京都防災ホームページをご覧ください。 外出自粛と休業要請緩和策のステップについて改めてお伝えします外出自粛はステップ1以降外出時における新しい日常の徹底や来月18日まで他県への不要不急の外出の自粛が求められています施設の休業要請などの緩和については現在のステップ1では博物館や美術館、運動施設、学校など 入場制限を設けるなどを前提に再開が可能となっていますがステップ2ではクラスター発生歴がなく3つの密が重なりにくい学習塾や劇場集会場生活必需品販売以外の店舗などが入場制限や座席間隔の留意を前提に再開が可能になります。ススステップ3でははククラスター発生歴があるかまたはリスクの高い施設を除き 適切な感染予防策を講じることを前提としてすべての施設について再開可能としています飲食店などはステップ1と2では営業時間が一部緩和され夜10時までステップ3では夜12時まで営業できるようになりますイベントはステップ1と2では屋内施設が100人以下屋外施設が200人以下まででの開催が可能となっていて ステップ3に移行した後来月19日以降は1000人以下7月10日以降は5000人以下のイベントを開催可能としていますなお接待を伴う飲食店やライブハウスなどの使用制限の緩和については国の対処方針などを踏まえ対応を検討するとしています詳しくは東京都防災ホームページをご覧ください 新型コロナウイルス感染症に関する一般相談は新型コロナコールセンターにご相談ください。ここまでで東京インンフォメーションでした。